ほう。この子がきっと転校生なんだよ。はい、それじゃあ自己紹介お願いします。え、あ、緊張しなくていいんだよ。まずは名前からね。あ、はあ、名前ですか。変わってる子みたいだね。とりあえず髪が長いよね。あの、名前を言わなきゃダメっすか。あ、うん、なんて呼べばいいかわからないじゃない。そうっすね。ビンラディンです。知らないの？あー、なんか調子おかしくなる子だね。とりあえず髪が長いよね。あの、ほんとお願いします。名前はまあそうっすね。昔から勇者とか呼ばれてました。え？勇者？おい勇者、勇者パン買ってこいよとか言ってもらえたら、もうそれだけで面白いんじゃないでしょうか。あの、宇佐美さん、いい加減に。だから宇佐美ビンラリンだって言ったじゃないですか。え？あ、やば、ダジャレ。ダジャレ言っちゃった。サブ、私キモサブ。あの、バイオリンやってるんすよ私。あ、あ、はい。ほら、あの、よくバンドのメンバーが捕まると新聞で変な名前の呼び方されるじゃないですか。今日未明、佐藤ボーカルを逮捕みたいな。佐藤ボーカルみたいな変な呼び方ありますよね。私の場合宇佐美だから、宇佐美バイオリンとか記事にされるんすかね。だったらもし犯人がピッコロ奏者だったらどうなるんすかね。宇佐美ピッコロとかになるんすかね。ただでさえ逮捕されて悪いやつなのに、名前の後にピッコロってついたらもっと悪そうじゃないですか。皆さん、自分基本うつキャラですけど、仲良くしてみてください。まれに可愛いとこ見せるかもしれません。宇佐美丸でした。難しいよ。おい、京介。転入生、答案になんか変なこと書いてるぞ。王国とか見えた。極
連 vs 私。いや、俺じゃなくて転入生が。なんか絵描いてる。あ、ペンギン、ペンギンに名前つけてる。ペリー、得意技は開国。なんか変なキャラ設定があるっぽい。おい、見るな。覗き見しただろう。重要な企画書なんだ。そんなみみっちいものじゃない。教えてやらない。知りたくないのか。そうか。喋っちゃダメだよ。ねえねえ、僕、相沢栄一って言うんだ。宇佐美さん、髪すごい綺麗だね。サラサラじゃない。どこの美容室通ってるの？僕もね、エステとか行くんだよ。男の子だけど、今は男の子だからこそ美容にも気を使わなきゃって思うんだ。美容？そう、美容。美容室？うん。あ、でも宇佐美さん、この町に引っ越してきたばかりだから美容室とか知らないのかな。知らない。じゃあ僕が教えてあげるよ。中央区にね、有名なスタイリストがいるお店があってさ、芸能人もよく通ってるんだよ。宇佐美さん、さっきは大した紹介もしてあげられなくてごめんね。ごめんね。私、クラス委員なんだけど、足りないところがあって、宇佐美さんも緊張してたんだよね。よかったら、帰る前にちょっとおしゃべりしない？帰っていいすか？デキチさん。エイチ、ご無礼。っていうか、なんで敬語なの？地元がまあそういう言葉なんで。自分内地の人間じゃないんで。ああ、遠くから来たんだね。大変だったね。